よく来たな、クソガキ。ゆかり、相変わらず時間には正確だな、クソガキ。大吾隊長、あんただったのか。あんたらしくもね。一体何の真似だよ。何の真似かだと。決まっておろうが、復讐よ、貴様への復讐よ。復讐？忘れたとは言わさんぞ。貴様が俺に与えてくれたあの屈辱を。あれか。隊長、復讐なら俺にすればいい。あんたの言うことは何でも聞く。だから関係ないゆかりを巻き込まないでくれ。波の復讐では満足できん。あの屈辱を晴らすためには、貴様の首をねじ切るぐらいでは足りん。隊長、わかるか貴様、昨日今日傭兵になったような青2歳に、この男がハングドマン大吾かと嘲笑の目で見られるこの屈辱、雇い主が例外なく口の端に浮かべるあの霊障、貴様のおかげで。隊長、それは自意識過剰だ。評価してない人間を雇うバカはいない。誰だって、世界中の誰だってあんたの力をよく知っている。そうだ、ガキ一匹に吊るされる打剣としての俺の力をな。隊長、だが世界は広い。
な、に？俺の力を買ってくださる主がいてな。かのお方は偉大な方だ。俺も知らぬ様々なことをご教授くださる。俺も知らぬ大きな力をお持ちだ。しかし俺にとっては無念極まることに、我が主は貴様に興味を持っておられてな。何？貴様を殺してはならぬと厳命された。主命ならば致し方ないが、それでは俺の憤りが収まらぬのでな。考えれば、俺とて貴様に命を奪われたわけではない。何が望みだ。何？貴様が俺にしたことと同じことをするだけ。貴様の恋人に協力してもらってな。待ってくれ。ゆかりは関係ないって言ってるだろう。おやおや、なんと冷たい。ゆかりくんも切ない恋よの。切ない恋？隊長、一体あんた何を言ってるんだ。ん？総一、貴様真面目にそう言ってるのか。こいつはお笑いだ。俺も無粋だが、俺以上に鈍い男がこんな間近にいるとはな。何を？貴様は何とも思っていなくても、ゆかりくんはぞっこんのようだぞ。ん？文字通りのクソガキっぷりだな。身近な女の気持ちにも気づいてやれないとは。愛しの君のポートレートか。いつの世も恋する乙女は可憐よ。違う！これはただの写真だ！ゆかりは関係ない！返してやってくれ！頼む、隊長！ゆかりをひどい目に遭わせないでくれ！ひどい目？いやいや、ゆかりくんには少しばかり協力してもらうだけだが。総一、これを飲め。警戒せずとも、命に別状はない。我が主よりいただきし者だ。飲まねば。隊長、頼む、ゆかりには。早く飲め。
そうかね。我が主のお作りになった特製の興奮剤はよく効くだろう。さあ、ゆかりくん、ここからがショータイムだ。愛しの総一くんが苦しんでいるようだぞ。そうだ、服を脱がせてやるのはどうだろう。楽にさせてあげたらどうかね。おやおや、怖い顔をする。総一君のためを思って言っておるのだ。ん？それとも総一君がもっと辛い目にあってもいいというのかね。いやいや、これではまだ足りるまい。全部だ、全部。できないという選択肢はないぞ。見よ、ゆかりくん、君に脱がされるからと総一くんは大興奮だ。しっかり見てあげないとな。さて、それでは仕上げに参ろう。ゆかりくん、これをお願いしよう。さあ、取ってくれたまえ、ナスティーボーイ、大悟に敗れるのぜよ。早くしなければ、総一君が。
もっとだ。そう、その調子だ。クソガキ、分かったか、己の無力。貴様は惚れた女一人守れぬ隙だらけのただのガキよ。エージェントなどというもおこがましい。早速今夜から封印してやるわ、この素晴らしく生かした様子をな。ふっ。貴様のような甘っちょろい男が俺の戦場にいるかと思うと虫唾が走るわ。され、俺たちの世界からゆかりくんとおてて繋いで仲良く暮らすがいい。総一くん、ハリー、ダメ。薬、大変。ゆっくりしてて。総一くん。あの、総一くん。まだ、つらい？
辛そう。あの、お水とか持ってきた方がいい？いや。大丈夫？平気。ダメだよ。もう少しじっとしてて。大丈夫？すまん、ゆかり。こんな目に合わせて。うん、謝るのは私だよ。私がぼーっとしてたから、宗一君をこんな目に合わせちゃった。ゆかり、それは違う。それは違うよ。違うことないよ。一番辛いのは宗一君、一番悔しいのは、一番悲しいのは宗一君。ゆかり、もっとしっかりしなきゃダメだね。ゆかり、ごめんなさい。すまん、ゆかり。すまない。ごめんなさい、宗一君。ごめんなさい。すまない。ごめんなさい。このバカ野郎！ゆかりちゃんさらわれました。助けに行きました。ひどい目にあったけど、なんとか帰ってきました。ごめんなさい。おめえ、誰に向かって物言ってやがんで。すまん。謝って済む問題じゃねえだろう。そもそも謝るのは俺っちんじゃねえ。すまん。だから謝るの俺んじゃねえだろ。すまん。たくも。すまんすまんって言うことはそれだけかよ。いいか宗一、この世の中に囚われのゆかりちゃんを助ける、それ以上に大切なミッションなんかねえだろ。そんな大切なミッションに必要がないんだったら、俺はもうやめさせてもらうぜ。お前のナビ、やめないでくれ。なんでだよ。なんで信じてくれないやつと組まなきゃなんねんだよ。
ゆかりの、ひどい目に遭ったあいつの敵を討ちたい。都合のいい時だけお願いかよ。しかもゆかりちゃんの名前出すなんざ、おめえは本当にどうしようもねえやつだな。おい、ああそうだ、だからエディの力が必要なんだ。エージェントは感情で動くもんじゃない、目的思考で動くもんだって。普段あんなに偉そうに言っておいて、いざ自分の番になればこのざまだ。ったく、呆れてものも言えねえぜ。それに帰ってきたらまるで捨て犬みたいな目で、やめないでくれだの、必要なんだだの、いつからそんな軟弱な奴になり下がっちまったんだ。かっこ悪いったらありゃしねえ。すまなかった。うん、どこ行くんだよ。大吾を探しに行く。奴をとっ捕まえて、ゆかりの前で土下座させてやる。バカかお前は。お前一人でそう簡単に見つかるかよ。相手は狂犬大吾だぜ。無理に決まってんだろうが。無理でも何でも俺はやらなきゃならないんだ。じゃあな。しょうがねえな、おい。いつまでも子供なんだからよ。エディ、しっかりしろい、総一。やってやる、見つけてやるさ、あのバカ野郎。あ、おめえのためじゃねえぞ、俺っちの大好きなゆかりちゃんのためだかんな。あんの野郎、また吊るしてもらいてえみたいだな。すまん、恩に着る。何言ってやがんで。ナビのやることにいちいち恩に着てるエージェントなんざ聞いたこともねえや。ほら何してんだ、子供部屋上がって早速足取りチェックからだろ。エディ、ミスは誰にだってある。大事なのは次にやらかさねえこととミスを取り返すことだ。うだうだ言ってたって始まらないぜ。ああ、たく、どうしようもねえな。もういい大人だと思ってたのに、まだまだただのクソガキだぜ。何から何まで面倒見なきゃなんねえ。よろしく頼む。なあ、せとけってんで。鏡はうまくやっておるのか。
順調であります。うん、鏡の受け入れが整えばいよいよだ。後戻りはできんぞ、大吾。何を申されますか。私めは命果てるまでお供いたします。どこへ連れて行ってもよいというのだな。黄泉の国なりとも。言うな、傭兵とも思えぬ。私は総帥の犬であります。にしては勝手な散歩が過ぎるな。せめてはおらん。事実傷つけてもおらぬしな。ご存知でありましたか。そのぐらいのことは見ておる。遊びは構わぬが、大吾、あまりあの男を刺激しない方がよい。あの男は刺激を受ければ受けるほど強くなる。返す刀を浴びるのはお前だぞ。それは承知しております。あの男は差し違えてでもこの私めが。わかっているであるならなおのことだ。お前でも倒せぬほど強くなっては私の計画が進まぬ。はっ。しかし奴は未だ我らの動きには。すぐ見つけてくる。警戒は怠るな。だが準備も急げよ。ことに例の件だ。H と技術の結晶、楽しみだ。はっ、承知しております。では失礼いたします。うん、那須総一か。お、ナースミン、こんな早くに珍しい。どうした、腹痛か。新ネタか。展開楽しみにしてるぜ。起きろ。あんたの大好きな飯の時間だ。今日はいい。どうしたのよ。え、あんたがお昼ご飯を食べない。また何拾って食べたの。さつきちゃん、あの、どう
したの？総一くん、きっと疲れてるから。だってさ、だってさ、今日は特に作りすぎちゃったっぽいの。こいつの胃袋がないと、きっと終わんないよ。さつきちゃん、ああ、まあ、あんたがそこまで言うのなら。総一、気分悪いんだったら早く言いなさいよ。保健室に放り込んでやるから。行こっか、ゆかり。うん。ちょっと総一、待ちなさいよ。なんだよ。何よ、もうその明日地球が滅びそうな辛気臭い顔は。あんたちょっと今日おかしいよ。一体何があったの？お姉さんに言ってみ。お姉さんには関係のないことだ。気配り感謝する。じゃあな。待てっつってんのよ。話してくれ。ゆかりが吐いたわよ。ズボー。嘘よ嘘。ゆかりは何にも言ってない。前な。ゆかりもおかしいからさ、あの子にしちゃ一日中落ち着かなくてさ、キョト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 。どこ見てるかと思えばあんたんとこばっかり。あ、これなんかあったなって鎌かけてみりゃやっぱりそうだ。こら、そういち、ゆかりに何をした？私の大事な友達に変なことしてたら、ただじゃ済まないよ。さあ、言え、言いなさいよ。ちょっと、いや、かなり迷惑をかけたんだよ。迷惑？どんな迷惑よ。それだけは言えん。ゆかりと同じ。